1、現在暫定3位となっています。さあ岡村、3種目を終えて4位に得点を上げてきました、順位を上げてきました。3位岸との差は 0.633、 肉薄しています。じゃあ2回ターン、頬の抱え髪のダブル、よしっかり抑えた。パパジャンプ、この後がアクロバット、伸身から前方の2回ひねり、 B プラス D で 0.1 の加点です。に合わせた表現、高さがある。足持ちの2回ターン、 D 難度です。最後は2回半ひねり、ひねり、はい、着地まとめてました。岡村、余裕があります。この春大学生になった岡村が4種目を終えました。